はい、こんにちは。フォーデブジップのユッキー、改め脱皮のための村長です。皆さん、この顔を見てお気づきでしょうか。ツイキャスでティントの配信やった後に撮ってます。皆さん、お気づきでしょうか。マロに戻ってんだ。一日しか経ってねえの、これ。村長困った。はい、ということで本日はタイトルにある通り比較動画でございます。はい、ですね、前回の動画の時に夏使おうと思っているファンデーションのクッションファンデーションでこちらをご紹介しました。メイベリンピュアミネラル BB フレッシュクッションマットファンデーション兼化粧下地、こちらが私はダントツで紹介したファンデーションの中で持続力が一番高いものだなってすごく感じています。はい、でこちらのクッションファンデに関してはレビューをしたことがあるんですが、まあ、軽くさっと特徴を言うと、塗った時に内側はしっとりしているのに見た目や仕上がりがマットに仕上がるというクッションファンデーションです。なので乾燥肌とか敏感肌の人で潤いは欲しいんだけど夏メイクを崩したくないっていう人にいいですよっていうレビューをしました。ただ高性能ではあるんですが、アトピーの人や敏感肌の人、そして肌が弱い人っていうのはですね、ポン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 叩いたこの感覚が残ったまんま、それがかゆみに生じるっていう人がいて、まあ、結構ファンデーションをポン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 入れたくないっていう人がたくさんいます。なのでそのレビューをした時もコメント上にクッションファンデーションじゃなければなっていうコメントがすごく多くありました。まあ、実際はそんなに症状が出なくてもやっぱり気分的にあまりちょっと嫌だなって思う方々もたくさんいます。だがしかしですね、皆さんその心配は6月10日に打ち消されました。はい、でその理由がついにこれが出ました。じゃん、メイベリン SP BB モイストマットファンデーション兼化粧下地 SPF24PA2+ リキッドファンデーションがなんと発売されました。ここまで言ってもわからんのか、この脱皮の民どもめ。はい、ということで、詳しく話をすると、実は言うとですね、こちらの内容がですね、ほぼこのピュアミネラル BB フレッシュクッションマットと同じなんです。はい、まず同じ点、モイストマットっていうリキッドなんですが、同じように中はしっとり、そして外はマットに仕上がるリキッドファンデーションです。まずこちら、はい、こちらクッションファンデーションの方は8つの機能がついています。毛穴カバー、色ムラカバー、潤い長時間持続、マット感アップ、みずみずしいつけ心地、軽いつけ心地、 SPF25PA+ 明るさアップという機能がついてます。はい、そしてこちらのリキッドファンデーションはこちらも8つの機能がついています。潤いキープ、マットな肌仕上がり、ベタつきにくい、毛穴カバー、気になる部分をカバー、軽いつけ心地、 SPF24PA2+ 長時間仕上がりキープという機能がついてます。はい、見てもらえた通りほぼ同じ機能です。そうですね、一応箱に書いてある内容をざっと見たところ、代用できるんではないかって思うぐらいのリキッドファンデーションだったんですが、本当に代用ができるものなのか、こっちを買いたくてもクッションだったから買えないっていう人が購入できるような、使用できるようなリキッドファンデーションなのかっていうのを今日は比較してみたいと思います。ではこちらメイベリン SPBB モイストマットファンデーション兼化粧下地のレビューに行きましょう。はい、ということで化粧下地の方はもう塗布してあります。なので鼻を含めずこちら側にクッションファンデーションの方をのせていきます。はい、クッションファンデーションを塗布しました。では鼻を含めてあざがある側、こちら側にメイベリン SPBB モイストマットリキッドファンデーションをのせていきます。はい、中はこういう感じでオークルです。出した感じは
固めです。はい、では塗布していきます。はい、ではブラシでいきます。はい、ということで塗布してみました。で、一応リキッドでまだ乾いていないのでマット感が分かりづらいです。なので一度メイクをしてきてしまいます。そして分かりやすいようにあざむけしてきてしまいます。では行きましょう。はい、ということでメイクしてきました。はい、で今はフェイスパウダーをのせていない状態です。はい、見ての通り仕上がりに関しては特に違いはほぼないです。はい、では感想を伝えていきたいと思います。まずつけ心地です。手の甲に出した時にあれちょっと固めだなって感じました。まあマット系だからそうなんだろうなと思って顔につけてみたらすごく柔らかくて伸びが良くてびっくりしました。うん、本当に仕上がりと一緒で外はマットな膜で覆って中はしっとり柔らかいっていう感じなので負担は特に感じなかったです。塗った直後はやっぱりリキッドリキッドしていて見た目も塗った感じも結構リキッド感がありました。ただフルメイクをしている間にどん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 乾いてきて最終的にはマット感のある仕上がりになりました。はい、ただこちらのクッションファンデーションをレビューした時にも言ったんですが聞いててください。はい、手にちゃんと吸い付いてくれるぐらい美容液などのしっとり感も十分残したまんま、そしてなおかつこのファンデーションのしっとり感も残ったまんまで仕上がります。なので突っ張った感じもクッションファンデーション同様感じなかったです。はい、そして色なんですがこちらのクッションファンデーションはナチュラルベージュという色です。こちらのリキッドファンデーションはナチュラルオークルという色です。だがしかしですね、半々に塗ってこのままカメラを通して見てる映像も鏡を見た感じも特に2つの色の変わり映えはしなかったので、まあ、もしこちらのクッションファンデーションのナチュラルベージュを購入してリキッドを買いたい方に関してはナチュラルオークルで大丈夫です。はい、そして1日過ごしてみた感じなんですが、まあ、実際と私半々で1日過ごしました。そしたらですねやっぱりリキッドファンデーションの方が崩れはこちらのクッションファンデよりは崩れやすかったかなと感じました。ただ乾燥に関してはこちらのクッションファンデーションよりはこちらのリキッドファンデーションの方が乾燥あまり感じなかったです。はい、そしてメイク落としに関しては2つとも結構スルッとちゃんと落ちてくれます。はい、で一応デメリットもちゃんと伝えます。メイベリンをあまり使わない方に多い意見なんですがメイベリンはですねファンデーションの色の展開が少ないです。うん、こちらのクッションファンデーションも2色しかなくてこちらのリキッドファンデーションも2色展開です。なので結構色にこだわりがある方に関してはやはり選びづらいっていうところは払拭できなかったのかなと感じます。はい、ということでもうまとめてしまうと代用できるものっていうよりはクッションファンデが苦手な方、うん、でこっちのクッションファンデのマット感が結構強烈なのでそれが苦手な方でも化粧崩れをしたくない方っていう目的で使うリキッドとしては最適だと思います。はい、ということで本日はこちらメイベリン SPBB モイストマットのレビューとこちらメイベリンピュアミネラル BB フレッシュクッションマットの比較動画でした。はい、ということで
本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。そして夏を乗り切りましょう。では4タイプジップのユッキー、改めダッペの民の村長でした。